めっちゃ明るい。明るい。今回はこちらのコスコ飯を食べたいと思います。作り方はこちらです。今回のコストコ飯はこちらを使って作っていきます。こちらは先日購入したアメリカ産のビーフ肩ロースの塊のお肉ですね。で、今回はお肉をこちらの炭酸水とミルクポーションを使って柔らかくしていきたいと思います。これで完成です。きのこ炒め、そしてガーリックライスとステーキ、そしてこちらはコストコのピザパイ、そしてガーリックオイルを使って作ったガーリックペペロンチーノ風枝豆、そしてサラダです。それではいただきましょう。いただきます。いただきます。これ何もついてないんだよね。うん、そう。じゃあこれタレね。うん、あ、見てこれと。タレでも。うん、タレでもこのスパイスでもどっちでも。好きです。バリクライスあった、うん、あったそんな感じの味になってる、うん、本当うまいよ、ね、うん、サラダすごくない、うん、すごいこっち側すごい、うん、肉タワーみたいになってるよ、うん、すごい、うん、しかにちょっとこのパイ気になったんでパイいただきます、うんうん、初めて買ったやつ手で食べちゃうもん、うん、どう？うん。うん。本当にピザパイって感じがする。うん。まあ、ピザパイなんです。うん。生地はサクサクしてて、うん、中側がちょっともちっとした感じで、うん、ピザはどっちかっていうと、うん、トマト生地っていうよりも、うん、チーズの味が入ったような生地で、うん、あ、味で、チキンが入ってる。チキンなんだ。おいしい？うん。うん。よかった。なんかこれピザパイなんだけど、うんうん、前、うん、ミートパイ売ってたらしいのね。うーん、でミートパイすっごい好きなのゆかり。あ、ほんと？そう。だからその時に食べてみたかったなって思ってた。なんでこんなもっちりになるんだろう。なんか炒めてる時から、うん、もっちりだった。ガーリックオイル入れたから？ガーリックオイル入れたからか。だって普通のチャーハンを作ってる、うん、こんなにもっちりならないもん、うんうん、入れたからなのかな、ね、ね、うん、これ独特な味でうまい、うん、美味しいね。だけどなんかどこのガーリックライス食べてももちもちしてるよね。あ、本当にしてるの多くない？分かんないけど、ガーリックライスってあんまり食べたことない。食べないでしょうね。ガ
ガーリックライスかな、あんまり。でもあれ、立花で食ったじゃん。うん。プレートデイキャンプやった時、うんうんうん、俺作ったじゃん。うん。あれどこのだっけ。カルディ。カルディだ。うんうん、あれうまかった。うん、あれ美味しかった。うんあれうまかった、うん、でもこんなもっちりはならなかったならなかったよね、うん、もっちりじゃなかった、うん、なんかさ、今までさ、うん、プロセススパイスにハマけるときはさもうそればっかり食べてたけどさ、うん、今ミヤのタレだね、うん、やっぱなうちがおかしいのがなんかずっと同じもの食ってて飽きる飽きるねうちバーなんだよ集中してバーっていくからだよ、うんうん、クロセすごいうまいんだよめちゃめちゃうまいんだけど、うん最近ミヤのタレが、うんうんうん、結構、ね、本当だねちょっとかけて結構マイブーム本当だね、うん、ちょっとクロススパイスかけて食べたけどなんかいいやとかって思っちゃうね、うんうんうん、なるほどね美味しいんだよ、うん、おいしすごく美味しいんだけどね、うんうん、ダメなんだ集中しすぎちゃうんだなうちはな、うん、結構買ったもんねあかなり買ったよね、うんかなり買ったっていうかかなり食ったっていうか、うん、かなり消費したかなり振りかけた振りかけただってポテトとかにもかけて食べてたよね、うん、何でもクロスだったのねっ、うん、もっと魚とかもかけたりとかして食べてたしね本当、うんうんうん、やば全然いけるよ、うん、へえそうなんだ全然いけるね、うん、すごい美味しいんだよねやかりそんなにそこまでクロス食べてないからあ、飽きてない。あ、本当。そうなんだ。なんかバーベキューとかしたりしても、うん、基本的に焼肉のタレがゆかりに好きだから。あ焼肉だから焼肉のタレと、うん、8割、クロス2割ぐらいだったから。あ、そうなんだ。うん、もうパパなんかもう10割クロスだから。そりゃあ、ギリよね。ずーっとクロスだから。ママもずーっとクロス、うん。ママなんかも結構ハマって、何かっていうとクロスクロスって、うん、家で食うものみんなクロスかけてた時あったもん、なんか。そう、卵かけご飯とかもかけたしね。うーんでも美味しいんだよ。美味しいよね、うん。めちゃめちゃ美味しいよ。うんうん、なんかいいお味なんですよ。うちいつもそうじゃない、うん？グレープフルーツだってそうだったじゃん。うん、グレープフルーツパパハマったね。さっき集中型でさ、うん、ガツッといってさ、もう毎日買わなきゃもういらないんだもんグレープフルーツだって。うん、もう。今見向きもしなくなったよねあるよあるなっていうだけ言ってもあるなっていうだけもういいやとかってねあとは夏の炭酸あれも毎日 2,3 本飲んでたうんでもさ今さ、うん、飲まなくなってさ、うん、麦茶じゃん、うん、で麦茶もさ毎回飲むためにうまいなとかって飲んでるよね、うん、やっぱり麦茶だなあれ飽きないね麦茶は麦茶飽きない他のものが飽きくるじゃん、うんうん、ゆうたは何が、うん、あ飲み物飲み物はね一時期三ツ矢サイダーが好きだけどめちゃめちゃ好きだったよな、うん、今はね、うん、今はね、うん、そこまででもなくなったなくなった、うん、今お茶とかがすごいのがハマってるああお茶とかねハマってるよねだんだんお茶買って飲むのが好きで最近好きなのが綾鷹の特選茶っていうトココなんだけどすごい香りが良くて、うん高いだろそれうん高い高いんだよ190円ぐらいですよペットええー、高えなでもエナジードリンクとか210円とかするしあそうなんだうん余々的に考えると190円とか、うん、そう考えるとパパってリーズナブルな人間なんだなうんだ炭酸100円だもんね500でうんセブンのだしねセブンのだしうんなパパってリーズナブルじゃないのかもしれないけどうんたまたまだったのかもしれないけどうんでもすごいよね、うん、ハマるとすごいよねもうハマるとすごいよパパは、うん、パパは本当にすごい飽きるまで食う、うん、飽きるまで飲む、うんうん、夏は本当にすごかったよね、ただ飲んでて飽きないのはコーヒーと麦茶、うん、この2つは飽きない、うん、飲んでてもいくら飲んでも、うんうん、まずくはないよ、うん、まずくはないけど美味しい部類だけど、うん、だから俺いつも思うんだけど、うんすっげーめなと思わないとリピってあんまりしないんだよ、うん、人間って多分そうだと思うゆかり好きだったら買えばいい全然リピして買えばいい、うんうん、好き結構好き、うん、だこういう系好きゆかりああこういう系が好きなのねパイの中におかずみたいな、うん、このピザとかミートとかが入ってるこれが好きだから、うん、なんかこれミートパイだったらもっといいなと思ったなるほどピザパイじゃなくてはい
それではゆかりんお願いします。はい、ゆかりんなんだみたいな、みたいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今回初めてガーリックライスを作ったけれども、皆さん味はどうでしたか？おいしかったです。おいしかった、いただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。2回やるんですか？ごちそうさま2回言った。はい、ピルビーン。あ、ピルビーン。今日ちょっと違うパターンでとりあえず感想が聞きたかったんだけど、うん、そういう風になっちゃったね、うん、だからとりあえずピンピラピンで締めといた。はい、美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。